いやーもう今日キッスの来日公演け。行きたかったな。なんかおもろいことないかな。ん？キスのが数量限定発売？ Welcome to Ted Hammer TV and here's your host Ted Hammer。 どうもアメリカ育ちの大和魂ことテッドです。久々にロケですね。もう鋭い方ならお気づきでしょう。私はどのコンビニに向かってるかというと、よっしゃ、目当てのものゲットしましたよ。それでは短いロケでしたけども、今から家に向かいます。無事到着。では早速本日の商品を紹介したいと思います。温かいうちに出したいと思いますからね。 OK Here we go。 よっしゃ、サークル系サンクス。いやー、いつもと違ってかなり地味な登場の仕方ですけども、今回の商品かなり派手ですよ。コンビニ袋から出しますよ。本日の商品は中華まん。でもただの中華まんじゃないんですよ。一番最初のオープニングで言いましたけども、今ね、あのアメリカの大人気ロックバンド KISS がただいま日本ツアーを行って真っ最中なんです。で、本日がその大阪公演なんです。俺ね、チケット取れなかったんですよ。私ね、KISS の音楽が大好きなんですよ。もしかすると視聴者の中に KISS を知らない方もいるかもしれませんけども、おそらく一度はね、彼らの音楽を聴いたことがあると思います。以前彼らの楽曲はこの EOS KISS の CM ソングにも使用されたことありますからね。皆さん思い出しました？ I was made for loving。 恥ずかしい。なんとサークル系サンクスと KISS のコラボ商品、月刊チートマトマン。食べると口から炎を吐くほど辛いだそうです。いやー、ということでサークル系サンクスがあのキスと来日公演のタイミングを合わせてタイアップした中華まんなんです。ついでに言うと、キスとタイアップした中華まんの販売は今回日本では初めてだそうです。そらそうやろ。でちょっとね、今日は熱々のうちにねレビューしたいと思いますんで、早速開けていきたいと思います。では出すでー。おほほほほほ、真っ黒。キスですから彼らのイメージカラーに合わせてるんでしょうね。で、ここわかるやろうか。おほほ、キスのロゴ入ってるよね。これ中華まんにキスのロゴってなんかな、なんか笑けてくるよね。で、中身やけども、おし、うえおほほほほほほ、あのね、開けた瞬間になんかイタリアンの香りがわーっと広がっていきましたわ。で、その中身やけども、こんな感じ。中の具はトマトペーストとダイスカットしたトマトをベースに唐辛子で辛さを加えたみたいですね。さらにハバネロパウダーが入ってみたいですよ。ということで、トマトとハバネロパウダーが一緒になって激辛チリトマトマン。なるほど。ということで、なんでこの中華まんは黒で中がトマトなんということやけども、キスといえばもうイメージカラーは黒なんですよ。まあ彼らのホームページを見たらもうすぐわかります。で、まあ彼らのパフォーマンスを見たらわかると思いますけども、かなり派手なんですね。ポッと火を吹いたり、血をブワーッと口から出したりとかね。まあ彼らの派手なパフォーマンスを連想させるような黒、赤、そして激辛という形になったんでしょうね。ということで試食していきたいと思います。念のためにザクマグね、消化屋の水を用意してます。ではいきますね。ポッ、辛いわ。うん、いやでもね、辛いけどめちゃうまい。うん、確かに舌がヒリヒリするぐらい辛いんだけども、お、うまいわ。なんやろ、でもなんかの味を思い出すな、これ。うん、わかった。某イタリアンファミレスのアラビアーテ、それにタバスコをバリバリかけたような味や。そうそうそう、その味や。うん、ちなみにね、事実として俺そこのアラビアータにタバスコバリバリかけんねん。あれうまいんだよね。その味や、その味。まあパスタではなくね、蒸しパンというのが違いかな。うん、でも美味しい、マジで。うん、ああ、完食。
うまいうまい。ちなみにこれほんまに数量限定な。もう一回食べたいぐらいは。はあ。いやいやいや、満足満足。いやでも美味しかったですわ。私にとってかなりいい辛さに仕上がってるんだけども、まあそうだね、辛いものが苦手な方とか、あと子供たちにはちょっと注意した方がいいかもしれんね。でも辛いもの好きの方には超おすすめ。で、ちょっと言うの忘れた。この激辛チートマトマンのちょっと嬉しいおまけやけども、その式紙がこれ。キスのドラマーエリック・シンガーのフェイスペイントやね。この他にあと4種類、合計5種類の式紙があるそうです。いやーちょっと全部揃えてみたいね。まあでもほんまに驚きやね。これほどの大御所バンドがね、コンビニ中華マンとコラボやで。すごい時代になりました。まあ俺の希望としてはね、あのバンドとこのバンドはね、なんかコンビニとコラボして商品出してほしいな。ちょっと欲張りになった今日この頃です。では皆さん、次のアップまで See ya! Bye! Thank you for watching Ted Hammer TV. If you like my video blog, please subscribe here. 登録してね。